黒猫ゲームズ見てね。ここにはね、ティティコが眠ってます。ティティコの命はこの木に受け継がれて、いずれはね、酸素とかを出して僕たちを生かすわけですよ。ティティコありがとう。どうも、黒猫チャンネルの黒猫です。今日は以前組んでいたティティコの産卵セットの方を暴いてみたいと思ってます。ちなみにティティコの産卵セットは2月の10日に組みました。で、今日が3月の23日なので、もうね、1ヶ月以上経ってるんですよ。で、ティティコの方はどうしたんですかっていう話なんですけど、だいたい1週間ぐらい前に息を引き取りまして、まあ残念なんですけども、うまいこと産んでくれてるんじゃないかなと今回は期待してます。ぱっと見幼虫とか卵とかは見えないんですよね。前回メタリフェル細赤クワガタ、メタコちゃんのね、産卵セットで失敗しちゃってるんで、ちょっとね、トラウマになってまして、心配は心配なんですけど、勇気を持ってね、暴いてみたいと思います。はい、それではやっていきますよ。まずは開けてみるか。よっ。どうだ？パッと見た感じ、マットはまあ綺麗ですね。綺麗。綺麗。怪しいなぁ。じゃあひっくり返すよ。よっ。ほっ。ほっ。ほっ。やばいな、これ。硬いな、これ。ちょっと待てよ。むちゃくちゃ硬いぞ、これ。お、取れた。おーし、取れた、取れた。四角いですね。どうだろう。硬いよ。硬い。ケーキみたいに割れちゃった。何匹かはいてほしいな。これガトーショコラみたいだな。あ、卵だ。ここに卵ありますね。でっけえ卵。これどうだ？これ生きてる卵か？これが卵ですね。一円玉の大きさに比べると、まあ当然卵の方が小さいですけど、結構大きいですよね。もうちょっと近づいてみました。これ有精卵かな？さらに虫眼鏡でちょっと拡大をしてみます。どうだろう？これ有精卵かな？よくわかんないですね。とりあえずね、生まれるかもしれないんで、大事に取っとこうかな。再び産卵セットの方を崩していきまーす。あ、ここにも卵ある。結構卵取れるんじゃないか？よっ。卵ですね。これもどうだ？有精卵かな？さらに卵1個見つけました。3つ目？
出てこないですね。だいたい産卵させるとき、あ、卵見つけた。問題はこれが幼虫になるかだよな。卵生きてんのかな。うん、いやー、わかんねえな。ここに卵、卵ですね。卵は結構ある。幼虫がいない。無精卵っていう可能性あるよな。よし、じゃあちょっとずつね、容器移動しながらチェックしていきます。パラ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 。幼虫はいないな。パラパラパラ。この調子でどんどん行きましょう。この団子みたいに固まってるやつが怪しいんだけど、違うのか。あ、卵あった。よっと、6個目かな。6個目。あった。全部卵だな。あ、でもとりあえず7個目発見ありましたね。ここだ。8個目。お、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 見つけた。9個目ですね。よっこりしょい。あ、あったね。もうあったね。10個目。しかし、卵ばっかりだな。あ。あ？ん？気のせい？気のせいか。あ、これは卵だけども、なんか色が違うぞ。これ生きてんのか、どうだろう。とりあえず取っとく。11個目かな。
いない。終わりだね。よし。終わりました。一応ですね、卵の方はあれから1個発見して、全部で12個になったんですけど、問題はね、これが有精卵なのか無精卵なのかっていうことですよね。で、一つね、変な卵見つけたんでね、ちょっとそれの方を見ていきたいと思うんですけど、なんかおかしいんですよね。その卵これなんですよ。これですよ。あ？動いてないか？拡大。あ、これ動いてるわ。これ、幼虫になってんじゃないの？ちょいと。これ生まれたばっかりの幼虫じゃないですかね。なんか足がある。これ足だよね。生まれたばっかりなんだこれ、多分。これ殻みたいなのが多分卵で、この殻みたいなの取れないのかな。無理やり取ったらまずいかな。あんまり触って変なことになったら困るんだけど。これ生まれてるんじゃないですかね。もうたった今生まれたっていう感じじゃないですか。動いてますよね。これ生まれたばっかりの幼虫じゃないか？あんまり触りたくないなぁ。そーっとしとこうかな。これがだから卵の殻？殻かな？これが卵の殻？ちょっと取れないんだよね。で、この見える3本のやつが足なんじゃないですかね。ここ。足だよね。うん。ほら、動いてる。ほら、これ幼虫だ。これティティコの子供ですよ。生まれたての幼虫ってこんなんなんだ。ちょっとこのままそっとしときますね。ということは、これあれだったんですよね。無事に有精卵で生まれてるんだ。よかったー。じゃあ他の卵も生まれてくるよね、多分。お疲れ様でした。どうも無事に幼虫生まれたっぽいですね。幼虫一匹に卵が11個取れました。大きくなるよね。これこのまま土かぶせて蓋閉めて温室の方に入れようと思うんだけど、それでいいだろうか。うん、初めてなんでね、ちょっとわかんないことだらけですね。まあでもとりあえず生まれてよかったです。それでは今日はこれでお別れです。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。